ただきます。テレビ朝日西野アナウンサーが食べているのはチョコと卵を使ったショコラジェラートです。そのお味は？いや、美味しい。そこまでこう甘みが強くなくて、こう大人なジェラートになっていますね。美味しそうなこちらの商品、実はあるお店が抱えていた廃棄食材の悩みから生まれているのです。都内にあるこちらのチョコレート店、国際品評会で多くの賞を受賞する本格的な専門店です。代表の山下さん、チョコレートを作る過程で出る廃棄食材を少しでも減らしたいと考えていました。加工マスクっていうのが廃棄しないといけないっていうことなので、そこはやっぱりすごく大きな課題の一つとしてありますよね。カカオハスクとはカカオ豆の殻にあたる部分で、その廃棄量は100キロのカカオ豆を加工する場合およそ 2,30 キロにあたります。捨てるしかないカカオハスクを何とかしたいと山下さんは模索していました。どうにかそのカカオハスクをちゃんと破棄せずにアップサイクルにしたいなっていうことをずっと企業として取り組んできた。紙やお茶にすることも試しましたが、処理が大変で実用化はできませんでした。他に良い処理方法はないのでしょうか。そこにそのカカオハスクを有効活用してくれる人物が現れたのです。何使うんですか。鶏の餌にこれから帰って鶏にあげようと思います。カカオハスクを受け取りに来たのは、埼玉県で養鶏場を営む田中さんです。以前から付き合いのあった山下さんから鶏の飼料として使う提案を受け、面白いと思い早速与えてみました。するとカカオハスクってとても栄養価高くて、すごく生き生きと羽つやがすごく良くなった感じがします。カカオハスクに含まれるポリフェノールの成分によるものなのか、良い効果が出たというのです。数十トンレベルで僕らは処理していくんで、でも田中さんのところは足りないんですよね。田中さんとか10万羽とかいるんで、多分10万羽分の2万羽分ぐらいしか今行き届いてはないらしい。今回の取り組みからさらに何かできないかと考えた田中さんに、あるアイデアが浮かびます。卵とチョコレートで何か美味しい商品できないかなっていうところでジェラートを作りました。チョコレート店から出たカカオハスクを鶏が食べて、上質な卵が生まれる。その卵とチョコレートを使ってできたのがこのショコラジェラートだったんです。廃棄ロスを少なくしたいという思いから生まれた商品。この新しいサイクルについて山下さんは、 SDGs でいうと作る責任、使う責任、捨ててたものをきちんとちゃんとアップサイクルできるっていうのは本当に嬉しいんで、本当に素晴らしい商品として作っていただいてますね。